プレゼンス情報はコンピュータと電気通信ネットワークにおいては潜在的なコミュニケーションの相手がコミュニケーションの受け入れ可否や意欲を伝える状態情報である。在籍情報やフリービジー情報と呼ばれることもある。ユーザーのクライアントはネットワーク接続を介してプレゼンス状態をプレゼンスサービスに提供する。プレゼンスサービスは 個人の在籍レコードを構成するものに格納され、他のユーザーにプレゼンス情報を伝達する。プレゼンス情報は多くの通信サービスで幅広い用途があり、インスタントメッセージングやボイスオーバー IP クライアントでは必ずといっていいほど実装されている。プレゼンス情報の例ユーザークライアントは、現在のコミュニケーションの状態を示すためにプレゼンス状態を公開する。 プレゼンス状態はユーザーに連絡したい他のユーザーにコミュニケーションの受け入れ可否や意欲を通知する。プレゼンス状態の最も一般的な使用法としてインスタントメッセージングクライアントにユーザーの状態アイコンが表示される。状態アイコンはわかりやすい画像や記号と色で構成されユーザーの名前と状態に対応するテキストが横に表示される。 電話をかけた時に発信者が通話中なのか、応答可能なのかを示す独特のオンフック、オフフック状態のフリービジートーンと同様の考え方である。インスタントメッセージングクライアント上には複数ユーザーのプレゼンス状態が一覧で表示されていることが多い。ユーザーのプレゼンス状態としてチャット可能、取り込み中、履歴中、応答不可、外出中などが 一般的に実装されている。実装されている状態の種類や数は、インスタントメッセンジャーの種類によって異なる。加えて、ユーザーの気分、場所、フリーテキストなどが追加のプレゼンス属性として提供される場合もある。ただし、プレゼンス状態が PSTN のフリービジートーンと類似するという表現は、オンフック状態は、 発信者が会話を開始した後に受信者に到達した時のネットワークの状況を反映しているため、技術的に見ると不正確な表現であることに注意されたい。PSTN では発信者は受信者のプレゼンス状態を知るには接続する必要がある。しかし一旦接続してしまうと受信者は受信する必要があるためビジー状態となってしまう。一方、 インスタントメッセージのプレゼンス状態は、会話が開始される前の状態を示している。受信者の状態を発信者が取得したとしても、発信者は受信者の状態を占有しない。プレゼンス状態は、それが、多種多様な通信チャンネル間で共有される場合が、注目されている。複数の通信デバイスの状態を組み合わせて、ユーザーのプレゼンス状態の集約ビューを提供する。 考え方は、マルティプルポインツオブプレゼンスと呼ばれている。ム p ポップは、ユーザーの行動から推測される情報が付加される、ことでさらに強力になる。例えば、パソコンで使うインスタントメッセンジャーでは、コンピュータのキーボードからしばらく入力がない場合に状態が自動的に退席中になる。他の例として、ユーザーの携帯電話がオンになっているかどうか、 コンピューターにログインしているかどうか、あるいは連携する、カレンダーソフトウェアの予定表をチェックして会議中か、休暇中かを確認して、プレゼンス状態に反映することが挙げられる。例えば、ユーザーの予定上不在になっており、携帯電話がオンになっている場合、ユーザーは、ローミング状態であるとみなすことができる。その場合、Unpop 状態を使用すると、デバイス間で着信メッセージを自動的に、 転送するように実装することができる。例えば、不在状態の場合、すべてのメッセージと通話をユーザーの携帯電話に転送できる。応答不可の状態の場合は、すべてのメッセージを自動的に保存し、すべての通話をボイスメールに送信して、後で見られるようにすることもできる。以下で説明する XMPP では、各クライアントにリソースと 各リソースの優先順位番号を割り当てて、ポップで利用することができる。ユーザーの ID に送信されるメッセージは、通常は最も優先度の高いリソースに送信される。また、ユーザー、ドメイン、リソースの形式で指定することで、特定のリソースに決め打ちでメッセージを送信することもできる。プレゼンス状態は、非常に機密性の高い情報であるため、 重要なシステムではプレゼンス状態の公開が制限される場合がある。例えば、従業員は営業時間中は同僚にのみ詳細なプレゼンス情報を表示させたい場合がある。この方法論はインスタントメッセージングクライアントではブロック機能としてすでに一般的であり、特定のユーザーにはプレゼンス状態を公開せず、そのユーザーから見ると利用不可の状態に見える。 プレゼンス状態、特に POP は多数の電子デバイスとそれぞれが接続されているプレゼンスサービスとの連携が必要になる。現在まで最も一般的で大規模な実装では SPOP を備えたクローズドシステムを使用している。一部のベンダーは新しく接続した別のデバイスから新しいログイン要求がサーバーに到達した時に 接続されたクライアントを自動的にログアウトするようにサービスをアップグレードした。プレゼンスが UPOP サポートと普遍的に連携するには複数のデバイスが相互に通信できるだけでなく他のすべての相互運用可能な接続されたプレゼンスサービスとクライアントの UPOP スキームによってステータス情報が適切に処理される必要がある。25G さらには 3G 携帯電話ネットワークはモバイルユーザーの携帯電話のプレゼンス情報サービスの管理とアクセスをサポートできる。職場ではプライベートメッセージングサーバーは企業または作業チーム内でンポップの可能性を提供する。プレゼンス情報はビジネス環境内でのより効果的かつ効率的なコミュニケーションを行うために進化しているツールである。 プレゼンス情報を使用すると企業ネットワークで誰が対応可能であるかを即座に確認できるため短期間の会議や電話会議をより柔軟に設定できる。その結果、正確なコミュニケーションが実現し電話タグや電子メールメッセージングの非効率性がほとんどなくなる。プレゼンス情報が時間節約になる例は GPS を備えた運転手である。運転手は プレゼンス情報で追跡され、今後の交通情報メッセージを受け取り、時間とコストの節約につながる。IDC の調査によると、従業員は、アイムは、就業時間中に、同僚の隣に座って、直接質問をして、すぐに、答えが返ってくると感じられる、流れを感じられ、次の作業に、すぐに進むことができると述べている。この現象は、その前身である。 ウォータークーラー効果とは対照的にプレゼンス効果と呼ばれ、このレベルの流れは今までは実際に人と会うことでのみ達成されると考えられていた。プレゼンス情報ではユーザーのプライバシーが問題になる可能性がある。例えば従業員が休暇の時でもネットワークに接続していると追跡される可能性がある。したがってプレゼンス情報の懸念は 企業がどこまで従業員との接続を維持すべきかを判断することである。プレゼンス関連プロトコルの標準化を達成するために、いくつかのワーキンググループで重要な作業が行われ、現在も行われている。1999年にインスタントメッセージ及びプレゼンスプロトコルワーキンググループと呼ばれるグループがインターネット技術特別調査委員会内に形成され、 シンプルなプレゼンス及びインスタントメッセージングサービスのプロトコルとデータ形式を開発した。残念ながら、インプ w g はプレゼンスのプロトコルの単一化の合意に達することができなかった。代わりに、プレゼンスサービスマのゲートウェイの作成を容易にするために、プレゼンスの共通サービスのセマンティクスを定義する、プレゼンス及びインスタントメッセージングの共通プロファイルを発行した。 二つの CPP 互換のプレゼンスプロトコルスイートは相互運用が可能となる。2001年にシンプルワーキンググループが IETF 内に結成されセッションイニシエーションプロトコルを介したプレゼンス及びインスタントメッセージングアプリケーションの CPP 準拠標準のスイートを開発した。シンプルアクティビティはプレゼンス情報のパブリッシュ及び サブスクライブメカニズムを処理し、インスタントメッセージを送信する、SIP プロトコルの拡張機能を指定する。これらの拡張機能には、様々なプレゼンス形式、プライバシー管理、部分的な公開、と通知、過去と未来のプレゼンス、ウォッチャー情報などが含まれる。その名前にもかかわらず、シンプルは決して単純ではない。1000ページ以上の約30の文書に記載されている。 これはシンプルがベースにしているシッププロトコルスタックの複雑さにさらに白車がかかる。2001年の終わりにノキア、モトローラ、およびエリクソンはモバイルインスタントメッセージング及びプレゼンスサービスおよびワイヤレスネットワークのプレゼンスサービスの一連のユニバーサル仕様を定義するためにワイヤレスビレッジイニシアチブを結成した。2002年10月ワイヤレスビレッジは オープンモバイルアライアンスに統合され、1ヶ月後に XML ベースの OMA、インスタントメッセージングプレゼンスサービスの最初のバージョンがリリースされた。i ン p s は、プレゼンス情報を表現するためのシステムアーキテクチャ、構文、およびセマンティクスと、プレゼンス、アイム、グループ、および共有コンテンツの4つの主要機能のプロトコルセットを定義する。プレゼンスが鍵であり、 インプスのテクノロジーを可能にする。XML ベースの XMPP は、XMPP スタンダーズファンデーションによって設計され、現在維持されている。このインスタントメッセージプロトコルは、剣道で広く拡張されたプロトコルであり、Google トークと Facebook メッセンジャーの商用実装で使用されるプロトコルでもある。2004年10月に、 IETF の XMPP ワーキンググループは、XMPP の中核プロトコルを標準化するために、RFC3920、RFC3921、RFC3922 及び RFC3923 といった文書を公開した。ありがとうございます。